石川拓木2月20日から1912年4月13日は日本の歌人、詩人。本名は石川はじめ。岩手県南岩手郡、日戸村に、総統州日章山上高寺住職の父、石川一定と母、勝の長男として生まれる。戸籍上は工藤はじめ。戸籍によると1886年2月20日の誕生だが、 1885年10月28日に誕生したとも言われている。二人の姉と妹がいる。1887年3月1歳の時に父が渋谷村にある宝徳寺住職に転任したのに伴って一家で渋谷村へ移住する。1891年5歳。学齢より一歳早く渋谷神城小学校に入学。 1895年9歳、森岡高等小学校に入学し、市内の母方の王子のもとに寄偶する。1898年12歳、岩手県森岡神城中学校で学んだ。同校の3年先輩には、近大地京介がいた。また、10年後には、宮沢賢治が入学する。中学生時代に、後に妻となる、堀合節子や、 親友の岡山 v 近代地京介らと知り合う。明星を読んで、与さ野秋子らの短歌に傾倒し、また上級生の野村長一や大川小四郎らの影響を受け、文学への志を抱く。短歌の会、白妖会を結成したのもこの頃である。1901年12月から翌年にかけて、友人と共に、岩手日報に短歌を発表し、 卓木の作品も緑号の筆名で掲載される。これが初めて活字となった卓木の短歌だった。一方、学校ではカンニングがバレたり、出席日数不足や成績の悪さから退学勧告を受け1902年10月27日、中学を退学した。中退した卓木は上京した。11月9日、雑誌、明星への投稿で、 つながりがあった、新死者の集まりに、参加、10日には、良さの夫妻を訪ねる。滞在は続き、作家もするが、出版社への就職がうまくいかず、結核の発病もあり、1903年2月、父に迎えられて故郷に帰る。5月から6月にかけ、岩手日報に評論を、連載、11月には、明星に、再び短歌を発表し、 新視者同人となる。この頃から卓木のペンネームを使い始め、12月には、卓木名で、明星に、長子、無礼帳を、掲載、花壇で注目される。森岡市内に残る、卓木新婚の家1904年1月8日、森岡にて恋愛が続いていた、堀合節子と将来の話をし、6日後に、堀合家から婚約に関して、同意を得られる。 9月から10月にかけて、青森、小樽を旅行、駅長だった、小樽の義計宅に宿泊。10月31日、死終出版を目的として再び東京に出る。1905年1月5日、新死者の新年会に参加。故郷では、3月に、父親が、周費体能のためしぶた村宝徳寺を一家で、退居するという事態が起きている。5月3日、 出版費用を自分でも集めた第一詩集、憧れを小田島書房より出版。上田聡氏による助手と、よさの鉄管の抜群が寄せられた。5月12日、拓木は不在だったが、堀合節子との婚姻届を、父親が森岡市役所に出す。この時拓木は、満19歳、拓木は、親戚が集まった形式的な結婚式には、出席しなかった。 6月4日に森岡に帰り、父母、妹講師との同居で、新婚生活を送る。一家の不要も卓木が追うようになる。同月、岩手日報に、エッセイ他を、観点地と題して連載。9月5日、卓木が、主観、編集人となり、文芸誌商店地を出版する。岩野方面、正宗白鳥。 幼いル等30人余りの作品を掲載し、地方文芸史として、分断の公表を得るが、資金問題で、継続出版ができなかった。1906年2月17日、函館駅長の義兄を訪問し、一家の休場打開を相談するも解決できなかった。2月25日、長子田村貞が、結婚先の秋田県和野郡にて、肺結核で死去する。 3月4日、妻と母を連れて、渋谷村に戻る。4月14日、渋谷神常高等小学校に代用教員として、勤務。21日には徴兵検査で、筋骨白弱にて徴収が免除される。6月、小説を書き始める。12月、評論、林中章を脱行し、12月29日、長女京子が生まれる。託木は、 森岡において落ち着いた生活が続いたが、1907年1月、函館の文芸結社、馬小屋支社より、原稿の依頼があり松岡吹き道ラと違遇を得る。4月1日、新生活を北海道で開こうとし、教職を離れることを決意して、辞表を出す。一旦は引き止められるが、結局ストライキ騒ぎで退職する。 1907年5月5日、函館に移り松岡不き道の下宿に身を寄せるが、妻司は、森岡の妻の実家、妹は、小樽駅長の義形に託しての新生活だった。5月11日から5月末日まで、函館商工会議所の臨時雇いで生計を立てる、6月、吉野白村の口利きで、函館区立弥生尋常小学校の代表教員となり、 そこで、片思いの女性、立花の千恵子と知り合う。また、馬小屋支社メンバーの宮崎育と知り合い、囲碁死去前年まで交友を持つこととなる。7月から8月の間に家族を北海道へ呼び寄せる。8月には、代用教員在職のまま、函館日日新聞社の遊軍記者も兼ねたが、8月25日の函館大化により、勤務先の小学校、 新聞社が共に消失する。9月には単身で札幌へ渡り、北門新報社の構成係となるも、9月末には北門新報社を退社し、小樽に移る。近く送還される、小樽日報社の小樽日報記者となるも、12月には社の内紛に関連して暴力を振るわれ退社。なお、小樽日報では同僚に野口宇城がいた。 当時の主筆が右上と以前に確筆があり、拓木も主筆と対立したことから右上の起こした主筆排斥運動に加担する。しかし、主筆側の巻き返しで右上和人が退社する形になった。この主筆はその後に解任されている。1908年1月4日、小樽市内の社会主義演説会で当時の社会主義者、 西川幸次郎の講演を聞き、西川と面識を得る。19日、託木の才能を買っていた北海道議会議員で、小樽日報社長兼釧路新聞社長である、白石義郎に誘われ、家族を小樽に残し、釧路新聞に編集長として勤務するが、3月には、上司である主筆への不満と東京での創作活動への憧れが募り、釧路を離れる決意をする。 宅僕と親友の金大地京介。1908年10月4日、明星週刊の際の写真4月28日より、東京、駄田ヶ谷の新支社にしばらく滞在。5月2日、よさの鉄管に連れられ森用外宅での館長老化会に出席する。5月4日、中学校の同窓である金大地京介の援助もあり、 本郷区菊坂町石新館に死宿、整形のため小説を売り込むが成功せず、6月23日から25日にかけ、東海の小島、戯れに母を背負いて、など、後に広く知れ渡る歌を作り、続いて作った246首とともに、翌月の明星に発表する。近代地は、自身が結婚するまで友人として、 各木に金銭を含む様々な支援をしている。9月6日、下宿先を本国森川町外兵館に移す。11月、東京毎日新聞に小説、鳥影を連載。明星は、週刊するも、続けて、スバルの送還準備に当たる。1909年1月1日、東洋日記に、今日から24歳と記す。スバル送還。 発行名義人になる。就職活動が実り、3月1日に東京朝日新聞の構成係となる。4月3日よりローマ字で日記を記すようになる。7日より新しいノートでローマ字日記を表す。ローマ字の記述全文が本字され交換されたのは、宅木死後70年近くを経た1970年代の全集出版時からである。 それまで一部が伏せられていたのは、浅草に通い将棋と遊んだ剣が赤裸々に描写されていたためである。彼の借金のほとんどは、こうした遊興に費やされ、それが、ための貧困だったと、近大地春彦は語っている。4月13日、老いたる母から悲しき手紙が来た。今日は、社を休むことにした。貸し本屋が来たけれど、六千の金がなかった。そして、 空中戦争という本を借りて読んだと日記にあり、次にその書物からイメージを喚起したしらしき記述がある。これについては、桑原武雄による、予言的に見たというのは空襲の歌がありますねとの評価がある。空中戦争は H.G. ウェルズの作品、ザオインザエアーを本案したもので、1909年3月に出版されている。6月16日。 函館から妻子と母が到着し、本郷区本郷弓町の床屋、木の床の2階に移る。10月、妻節子が宅木の母との確執で、森岡の実家に向かうが、近代地の尽力でしばらく後に戻る。12月になり父も同居するようになる。1910年3月下旬、双葉亭全集の構成を終え、引き続き出版事務全般を受け持つ。 1910年5月下旬から6月上旬にかけて小説、我らの一団と彼を執筆する。6月3日には、明治天皇の暗殺を計画したとされる、高徳秋水、菅の菅ら社会主義者、無政府主義者が多数検挙された、高徳事件が発生する。同日、高徳秋水公院の記事解禁となるも、刑法73条に関わる記事はなかった。 しかし新聞社勤務の拓木は、連日の新聞記事を集める作業を進めており、これを、退虐罪の件と認識していたと思われる。7月1日に、社用も兼ね、入院中の夏目漱石を見舞う。拓木は、退虐事件に関して6月に評論、いわゆる今度のこと、8月下旬には、時代閉塞の現状を執筆しているが、 朝日新聞には掲載されていない。9月15日、朝日新聞市場に朝日花壇が作られ、その先者となる。8月の朝鮮併合後の作として、地図の上朝鮮国に黒々と墨を塗りつつ、秋風を聞くがあるが、歌集には収録しなかった。10月4日、長男新一が誕生したが、27日には、病死している。12月、第一歌集。 一役の砂を、篠の目堂より出版。この時タクボクは、二24歳であった。また同年に刊行された、時ゼンマロのローマ字による、第一歌集、泣き笑いの批評を執筆したことが縁となって、信仰を深める。ゼンマロとはタクボクが病死するまでわずか一年ほどの、交友であったが、タクボクの才能を高く評価していたゼンマロは、クボクの死後も、 遺族を助け、宅木以降、宅木全集の編纂、観光に尽力するなど、宅木を世に出すことに努めた。大逆事件は1911年1月の判決により、高徳、菅野らは死刑となった。同月、宅木は、友人の弁護士で、大逆事件を担当していた、平で治と会い、高徳周水の弁護士宛て、意見書を釈用し、筆写する。 平手治は、新死者に加入し、明星へ、死や短歌を発表していた歌人でもあり、拓木は、兵室から、大逆事件の経緯などを聞いた。拓木は、人生の落語者の自覚から、大逆事件以前から、社会や歴史、あるいは、社会主義に傾倒していたことが指摘される。拓木は、北海道の北門新報社時代に、 同僚で、社会主義者の小国全平を知り合い、社会主義評論を数多く読んでいる。こうした経緯から、託木は入手した、高徳の、陳弁書を読み、より深く社会主義を研究し始める。1月10日、アメリカ合衆国で秘密出版され、日本国内に送付された、ピョートルクロポト近所の、小冊子、青年に売ったを、歌人、谷聖子より寄贈され愛読する。 1>, 1月13日、時前マロと会い、雑誌、樹木と果実の出版計画を相談したが、結局実現はしなかった。卓牧の高徳事件への興味は尋常ではなく、膨大な広範記録を部分ではあるが読み込み、裁判全体は政府によるデッチ上げだったと確信する。5月には、高徳の弁護士宛ての意見書を移したものに、A レタアフロムプリズンと大自全文を書く。 6月15日から17日にかけて、長編詞を執筆、果てしなき議論の後と題す。1904年婚約時代の卓木と妻の節子7月28日、妻節子も敗戦語ると診断される。8月7日、病気回復のために環境が少し良い小石川区、久方町へ移る。9月3日、父が家出をする。9月に、育が節子に送った。 無記名の手紙に、君一人の写真を撮って送ってくれとあったのを読み、これを妻の不定と取った拓僕は節子に離縁を申し渡すとともに、幾と絶好することを告げた。1911年9月16日付の拓僕の妹、三子宛てのハガキでは、この事件を、不愉快な事件と記している。12月、腹膜炎と肺結核を患い、発熱が続く。 1912年3月7日、母活死去。4月9日、時前丸は、第2歌集出版の話を宅木に伝える。4月13日午前9時30分頃、小石川区久方町にて、肺結核のため死去。妻、塔、友人の若山牧水に見取られている。26歳没。改名は、宅木小児。 石川拓木一族の墓4月15日、浅草東光寺で葬儀が営まれ、葬席も参列する。時が生まれた寺で、彼が葬儀の世話をした。6月14日、節子が次女を出産。坊州で生まれたため、夫妻へと名付ける。6月20日、第二歌集、悲しき玩具出版、時全麻呂が題名を付ける。9月4日、節子は二人の維持を連れ。 函館に移っていた実家に帰る。また時禅魔炉は、同年に、第二歌集、黄昏に、お、観光、前書きに、この一少女の一冊をとつて、とも、石川卓木の卓上に置く、と記した。1913年、一周期を機に、函館の大森浜を望む、立町岬に、宮崎幾らの手で墓碑が建てられ、遺骨も移される。 同年5月5日、節子の肺結核で死去。維持は祖父が引き取った。下の目堂書店から、卓牧以降、卓牧歌集が出版される。箱館への遺骨移送と、母妃根流は、卓牧の遺志として、岡田健三が主体となって実行したものだったが、これについては批判も存在する。1915年には、我らの一団と彼が、 篠の目堂書店から出版。1919年、友人たちの尽力により、参巻からなる全集が、新潮社より出版される。全集はその後も、改造者、川出書房、岩波書店、千曲書房から出版されている。1930年、京子が妊娠中に、急性肺炎を起こし、二次を残して24歳で、その2週間後に、夫妻も、 肺結核により19歳で死去した。青森県大間町大間崎にある、石川拓木家被害兵館跡地に立つ石川、拓木の家被東海の小島の磯の白車に割れ泣き濡れて、カニと戯る、砂山の砂に腹ばい、初恋の痛みを遠く思い言いずる命なき砂の、悲しさよさらさらと握れば、指のアヒダよりおつ方に、 つたふなみのごはず一役の砂を示しし人を忘れず、たわむれに母を背負いて、そのあまり軽きに泣きて散歩歩まず働けど働けど、なおわが生活楽にならざりじっと手を見る。友が見なわれより偉く見ゆる日を花を買い引きて、妻と親しむ、ふるさとのなまり懐かし停車場の人ごみの中に、そう聞きに行くかにかくに、渋谷村は、 恋しかり思い出の山思い出の可愛し思うて、つい春がごとく、ふるさとをででしかなしみしょうゆるどきなしやはらかに、竜亜をめる、北上の岸辺めにみゆなけとごとくにふるさとの山に、向かいていうことなしふるさとの山はありがたきかな母かつは四人の、子供の中で、唯一の男児だった卓牧を溺愛していた。息子が丈夫になることを願い、自らは肉を食べることをたったという。 勝と妻の節子は非常に仲が悪く、一家が病に見舞われるまでは家の中は冷戦状態だった。託木は亡くなる前、節子に日記を燃やすように命じたが、節子は愛着から燃やすことができませんでしたと日記を近代地に託した。日記は浅草に通い将棋と遊んだ件がローマ字で書かれているが、才女として知られていた節子なら、 ローマ字の文を読むことは可能だったと考えられている。新死者で収入を得るために言っていた短歌の添削指導で依頼人の菅原洋子子に化粧し、熱烈な恋文を送っている。その一方で、平山良子という依頼人に送られた写真に、一目惚れしこちらにも恋文を送るも、実は、平山良太郎という名の男性だったという痛い目にもあっている。平山は所属する。 文芸結社、三光界で拓木と文通する女性がいたことから、女性と偽った方が、拓木は心よく添削に応じてくれるとの思いからの行為で、知人の疑音で人気の芸者の写真を自分のものだとして送っていた。平山は、事実が発覚した際に謝罪したが、後に、拓木が三光界の顧問になった際、平山に対しての手紙の宛名に、それまで、 平山良子様としていたのを、平山良子殿と、以後ずっと男性に対する継承をつけて、嫌味を表したという。拓木はいわゆる、たかりまで、上記を一した遊興による浪費で困窮した、生活ゆえに頻繁に、友人知人からお金をせびっていた。特に先輩の金大地京介は、フトに出張中にも、拓木から、金の無心を受けた。 上述のように卓牧は各方面に借金をしており、またそのことを自身で記録に残しているが、合計すると全63人から総額1372円50銭の借金をしたことになる。この金額のうち返済された金額がどれくらいあるかは定かではない。この借金の記録は宮崎育によって発表されたが、発表の後には卓牧の評価は 借金は、金にだらしない男、社会的に、無能力な男というものが加わるようになった。託木は友人宛ての手紙でカンバラアリア家を、よほど食えぬような奴だが騙しやすい、すすきだ給金や良さの鉄管を、時代遅れの幻滅作家と記すなど、自身が影響を受けたり世話になった作家を陰で、罵倒したほか、友人からの援助で生活を維持していたにもかかわらず、 一度でも、我に頭を下げさせし、人見なしねと祈りて仕事と読んだ、句を残すなど、傲慢不尊な一面があった。教育学者、臨床心理学者の福田天音は、学術論文で、石川拓木の死生観やその文学的表現を、論じている。福田の推測では、拓木は起死念慮、不眠症、抑うつなどを患っていた。著作物1910年。 25歳の宅木は、新聞記者を務めていたが、家族が上京してくるまで、生活の中心は夜の街をふらつくことだった。その様子は例えば、以下の日記に残されている。明治43年、4月10日もっと面白いところを、求める心が、一層強く世の胸に湧き上がってくるいかにして、誰から金を借りようかと考えている時だ柔らかな。 温かな、真っ白な体を抱きたくなる。だが同時に、常に何かに追い立てられている焦りも卓牧にはあった。作品を書こうとしても書けないという悪循環が、日記に書かれている。4月17日、断然文学をやめよう。と、一人で言ってみた。やめて、どうする何をするです、し、と答える他はないのだ。 いかにして、生活の責任の重さを感じないようになろうかこれだ。金を自分が持つか、からずんば、責任を解除してもろうか、二つに一つ。おそらく、世は死ぬまでこの問題を背負っていかねばならぬだろう。とにかく寝てから考えよう。心身症によりたく僕は、それまで無価値とみなしていた短歌を作るしかなくなったが、それは英達のための創作ではなく、 無意識的な事故の内省作業であり、一種の創造的対抗だった。福田によれば、卓木の著作物に出てくる、詩は、現実逃避、安心、寝ることと同様の意味を持っている。例えば以下の短歌は、目が覚めるまで現実を一時的に回避する内容である。糸図暗き穴に心を、急晴れゆくごとく思いて疲れて眠るまた日記でも、借金の返済を要求された際に、 死を語っている。明治42年4月26日借り手室に入れてある時計を今月中に返してくれまいかというはがきだ。ああ。今朝ほど世の心に死という問題が直接に迫ったことがなかった。強者に行こうか行くまいか、いや、いや、それよりもまず死のうか死ぬまいかそうだ。この部屋ではいけない。行こう、どこかへ行こう湯に行こうという考えが起こった。 それは自分ながら、この不愉快な気分に耐えられなかったのだ。先日行った時のいい気持ちが思い出されたのだ。とにかく湯に行こう。そしてから考えることにしよう。そして夜は、大町の湯屋に行った。その時までは全く死ぬつもりでいたのだ。湯の中は気持ちがいい。夜はできるだけ長く、そこにいようと思った。 ここさえ出れば恐ろしい問題が待ち構えていて、すぐにも死ぬか何かせねばならぬようで、暖かい湯に浸かっている間だけが、自分の体なような気がした。出ようか出まいかと考えていると、死のうか死ぬまいかという問題が、出ようか出まいかの問題に移って、ここに、世の心理状態が変化した。水をかぶって上がった時、世の心は、よほど軽かった。ここで宅僕は、 葛藤を回避するために無意識的に問題を賠償化しようとしている。最初は死について悩み、それが出社の不安へと転移し、焦燥感に変わり、衝動的に風呂屋へ行き、ついには借金をどうやって返すかという本質的問題が湯船からいつ出ようかという、ごく小さな問題へとすり替えられている。死と表裏一体の安心イメージは、他の記述にも見られる。 明治四十二年四月十日しかし世は疲れた。世は弱者だ。一年ばかりの間、いや一月でも、一週間でも、三日でもいい。神よ、もしあるなら、ああ、神よ、私の願いはこれだけだ。どうか、体をどこか少し壊してくれ。痛くても構わない。どうか病気させてくれ。ああ、どうか真っ白な、柔らかな、そして、体が、ふるわりと、どこまでも、 安心の谷の底までも沈んでいくような布団の上に、いや、養老院の古畳の上でもいい。何にも考えずに、ゆっくりと寝てみたい。手足を誰か着て盗んでいっても知らずにいるほどゆっくり、寝てみたい。つまり卓木にとって、死や病気は、寝ることとほとんど同義であると、福田は述べている。卓牧が無双する、深い穴や、布団や、安心の谷は、象徴的な意味での、 胎児が、まともな手足のないものが、万能感に浸る、揺りかごであり、母体である。そこへ回帰しようとすることは、生まれないことの願望、現実を生きたくない感覚が伴っている。一方で卓牧は、評論などを通して、だんだんと現実を直視するようにもなっていった。卓牧の表現で言えば、まに真面目に生き始めた。つまり卓牧は、死にまつわる。 現実逃避願望を抱えたまま家族を扶養せねばならなくなった。生育歴、石川拓木の本名は石川はじめと言い,い、住職の長男である。彼は両親から可愛がられ、渋谷村でもお寺のはじめさんとして小貴族のように扱われた。福田によれば、こうした環境が石川拓木の わがままで自尊心の強い性格の基礎を形作ったと言われている。尋常中学校での宅僕は勉強よりも恋愛と文学活動を優先したことで成績が下がり続けた。後の宅僕自身の形容によれば当時の彼は本校始まって以来の無類の欠席者だった。17歳、最終学年5年生の時には落第寸前であり、 特大生にカンニングを依頼するも発覚し、卒業まで残り数ヶ月という時期に自主退学した。幼少期の宅木は何、不自由なく養育されてきたが、それは脆い背景によって作られたものでもあると、福田は言う。そもそも石川家は、表面的には村人から尊敬され、慕われていたが、宅木の父の強引な原稿によって、反発を買っていた。 卓木自身も、寺の住職の息子という肩書きだけで支えられた、脆い自尊心を持っており、肩書きにこだわる卓木の自己意識はその後の生き方にも大きく影響していると考えられる。卓木は、純粋に文学へ没頭することができず、周りからの名声や、絶対的評価を求める神聖を持っており、福田はそれに関して、名声に、傷がつくような事態に対しては、 現実からの回避を繰り返すと評している。例えば、拓木は、落第を回避するために不正行為をし、その後は、学校が悪いから自主退学するという理屈で、自己正当化している。退学後は上京しているが、これも、理想主義的で、非現実的な行動であり、必然的に人生の挫折を経験することとなると、福田は言う。拓木は上京後、 翻訳業で生活しようとしたが稼ぎにならず、ついには人生の挫折を身体疾患という形で受け入れるしかなくなった。ただしこれは体調不良によって職業アイデンティティ確立の問題を一時的に回避できたとも言える。託木は田舎へ帰郷して昔のお寺のお坊ちゃんに戻ったが父のご利用しがまた繰り返されることになった。 父は住職だったにもかかわらず強引な借金が原因で懲戒解雇され石川家の生活基盤が失われた。このことが拓木の人生へ決定的に影響したと福田は見ている。20歳の拓木は1905年5月に刺繍、憧れを観光した。経済的な生活機能がないに等しい彼はこの刺繍の原稿料を 無想的に期待しながら再状況したが、実際は石川家の借金は増え続けた。堀合節子との結婚が決まった時も、なぜか拓僕は結婚式に出ずに放浪し、母が既得だと嘘をついて友人から借金した。福田はこうしたその場しのぎの嘘は、父がしてきた行動とそっくりであると表している。拓僕が結婚式に出たがらなかった理由は、 自身が貧血及び無職者であることをおいめに感じていた自尊心の高さであると考えられる。1906年、拓木は母と妻と共に渋谷村へ帰郷した。その理由は父を住職に復帰させる運動をするためだったと言われている。拓木はいやいやながら石川家を経済的に支えるため渋谷村尋常。 高等小学校の代用教員になったが、父の住職再任が叶えば退職するつもりだった。しかし、拓僕は村の一員になろうとしないまま強引な運動を行って、村との対立が強まっており、父はそれに耐えられなかった。1907年に、父への懲戒斜面は出たが、村の権力争いや、生活困窮の中で、父は突然家でした。父の子の、 吐息を受けても、拓木は、自分の思い通りに4月1日に辞表を提出した、上でストライキを先導し、校長を転任させた。しかし拓木は結局、辞職するのではなく免職処分を受けることになった。これ以降、石川家は、一家離散した。当時の拓木は、日記で、村人たちへの別紙、敵意を述べている。 明治三十九年三月九日世の中で頭脳の貧しい人だけが幸福に暮らしている。彼らは真の楽しみというものを知るまいが、彼らは立っている。同じところに立っている。真に平気なものだ。その代わり、朝遅れ死の虫けらと同じく、彼らの生活には死がない。ああ、もし自分が一瞬たりとも彼らの平安を羨ましいと思うことがあるなら、 それは自分にとって最大の侮辱である。明治39年7月19日は6月の初め10日を異様なる精神興奮の状態に過ごした。社会と習慣と規則とに対する一切の不平は危うく爆発しようとした故郷の自然は常に我が親友である。しかし、故郷の人間は常に世の敵である。この村の小学校に学んだ頃、 振動と人にもてはやされた頃から、すでに世は、同窓の友の不敬たる彼らから、ある失誌を受けていた。この失誌は、その後十幾年、常に、世を監視しているしかし世は極めて平気であった。鳥が鳴いたり、犬が吠えたからといって、驚くような自分ではない。福田が言うには、成人した、卓僕の振る舞いは、中学生時代から変わっていない。 つまり、拓ク,クの主な発言と行動は、周囲を先導して、自分より、立場が、上の者を敵として攻撃して、自分は責任を放棄する、多発的な責任回避であると考えられる。実は1906年、拓ク,クは、代用教員として、林中書という教育論をも書いており、教育の目的とは、天才の育成天才的支配者に服従する。 民衆の育成である、と記していた。また同書において、拓木は、当時の教育を批判し天才の中学中退を、弁明しつつ、世は願わくは、日本一の大洋教員となって死にたいと記し、自分と同じように中学を中退して、大洋教員になることを後半へ呼びかけてもいた。しかし結果は戦術の通りで、拓木は、大用教員を強引に辞めている。 福田は、この葛藤回避のあり方が拓木の今後の人生に繰り返される。拓木は極めてずるい人間であり、弱い人間であるとも言えるとまとめている。石川拓木は1963年に、広島県の酒造会社、貨物る酒造によって、商標権登録されている。ありがとうございます。